洋の昔から市民をまで歌に歌われた千曲川、そしてその千曲川に雄姿を映す上田4400年の歴史を語る名城都市の名高い上田城であります。信州に真田ありと天下に知らせました上田合戦では家康の大軍8000を退けました。千曲の流れも日に日に水はぬるみ、上田城の3つの隅櫓が桜の花に包まれる日も近いことでありましょう。さあ八つ浜口の入場であります。マットの荒武者と呼ばれる八つ、そして猛将東将と言われるアニマル浜口であります。さあ来週放送の秋田大会では世界チャンピオンに挑戦が決定の八つ、天下を取ることができるんでありましょうか。なお当初今夜の名イベント八つ浜口が、長州力選手風による発熱に加えまして右手首腱鞘炎で梅干し台の腫れができているため欠場、体調が回復したい復ということでございまして八つ浜口がロードウォーリアーズと相対します。さあそして今夜初めてプロレスをご覧になる方もぜひご注目いただきたいと思います。昨年の世界タッグトリー優勝、元 AWA 世界タッグチャンピオン、文字通り今世界で最も強いタッグチームロードウォーリアーズの入場であります。と呼んで殺人軍団暴走戦士ザ・ロードウォーリアーズ筋肉のお化けの入場であります。さあやってまいりました、これが6度目の来日、通算60試合の平均試合時間は3分43秒。さあ今夜も猛然とかかったかかった、さあホークがアニマル浜口を捉えた、アニマルは、八千代昭を上下におっぽり投げた、さあウォーリアーズリフト、ウォーリアーズリフト、アニマル浜口を2メートル担ぎ上げて今ダーン、ザ・ロードウォーリアーズ戦列の入場、今ゴングが鳴りました。この筋肉、そしてこの面構え、さあロードウォーリアーズ、竹内さん驚きましたね。いやーまた今日も凄まじい攻撃ですね、はい、さあ八つが返していくパワースラム、先制攻撃八千代昭、そのままロードウォーリアーズが関東2、3、通過、2です、2です、まだ五色のテープが乱舞しておりますリング上、どんどんお返したパワースラム、アニマルのパワースラム、両選手ものすごいパワースラムを一発ずつ舞いました。それから馬場さん、このロードウォーリアーズの体格を見てますと、このフォーク、まあ、去年この長州八つチームに怪我をさせられたんですが、今エプロンサイドにおりますフォーク、アニマルとほとんど体の大きさが変わらないですね。そうですね、まあ、アニマルの方はちょっとね、はい、下も下膨れみたいなね、はい、このフォークは本当に素晴らしい体ですね。そうですね、高橋さん驚きました。そういう意味でね、はい、やっぱり腹の出てる方がね、やっぱり力があるんですよね、下半身の力とか腰の力はね。しかしこの怪我をしてなおさらこのさらに、トレーニングをしてさらに大きくなる強くなるってあるんですか馬場さん。まあありますね、そういうことはね、驚きました。でも体は本当にそのジムへ行って練習するっていうのはもう本当にやりますからね、遠征先でも本当によく、この練習をしています。体作りは俺たちの哲学だとこのようにも言います。ザ・ロードウォーリアーズフォークが出てまいりました。馬場さん、今回のロードウォーリアーズどうご覧になってますか。来週秋田大会、非常にね、はい、今の無駄な動きもなくなりましたしね、はい、だんだんやっぱりチームらしくなりましたよね。そうですね、来週の秋田大会では、馬場選手が輪島とタッグを組みまして、輪島にとりましてはロードウォーリアーズとテレビ初対決、来週放送実況生中継でお送りしてまいります。また郡山大会では輪島は石川とチームを作りまして、このロードウォーリアーズと対戦が決まっております。さあまずアニマルは場外、そして、ホークとヤツが相対します。さあホークが自らロープに飛んだ、あっとショートアタックル、輪島のタックルもすごいが、このホークのタックルもすごい、そしてフィストドロップ、高橋さん、はい、同じタックルでもやっぱり違いますね、ロードウォーリアーズもね、このロケットが飛んでいくような迫力があるわけですよね、はい、そうですよね。さあこれがホークだ、この表情、むき出しの筋肉中、世界ナンバーワンのタッグチームザ・ロードウォーリアーズであります。まあ、しかしこの怪我でホークが戦えなくなって、その間アニマル一人でこの戦いを務めた精神的絆っていうのがこれ強くなったようですよね、高橋さん、より強くなったと思うでしょうね、まあ、力とスピードとそして精神的絆でより強くなりました、このザ・ロードウォーリアーズであります。さあ今度はアニマル浜口にタッチ、何しろ6回目の来日ですが今回が一番絶好調だ、このように言ってのけます。ザ・ロードウォーリアーズ、アニマルにタッチ、アニマルにタッチ、さあアニマルがアニマルを捉えた、あーっとドロップキック、135キロが飛ぶんです。さあそして今度はもう1回、もう1回ウォーリアーズリフトだ、
さあ2回3回屈伸運動して投げ捨てました。ザ・ロードウォーリアーズのアニマル、立ってこいですね。武井さん、立ってこいですよね、あの自信ですね。はい、ショルダーアタックル、ビクともしません。山は動かない、ドロップキック、倒れない。アニマル浜口、もう1回特攻前進でいった。さあ、ワーッと、あー、シュワルのバックブリーカー、ものすごい攻撃であります。馬場さん、この来週の輪島馬場対ロードウォーリアーズ、どこがポイントになりますかね。もう彼らのスピードについていかないことが一番いいんですよね。そして彼らのペースに負かれないような、あ、なるほど、もうね、下半身攻める以外ないと思うんですよ。あ、なるほどね。しかし倒したところで宇和島、その次はどう攻めましょう。そのね、どう攻めるって言われても困るんですけども、はい、やっぱり足を攻めて行く、はい、で足でまあね、ボストンクラブなんて言っても通じないでしょうね。まず動きを止めると、タッグチームですからね。さあ、今度は八千代市秋が出ました。ザ・ロードウォーリアーズに相対します。来週放送の秋田大会、このやつは世界チャンピオンのビッグフレアに世界初挑戦が決まっています。さあ、このザ・ロードウォーリアーズでも武井さん、世界の壁ですよね。そうですね、はい、まず突破していってほしいところなんですけどもね。7年目でビッグチャンスをつかみました、この八千代市秋。ジャイアント馬場選手に次ぐ日本人ですが NWA チャンピオン2人目が誕生するか。さあ、コンビジャンピング、ネック、ブリーカー、ドロップであります。なお、この八つ選手の後は再来週放送の郡山大会で八つと、フレアの勝者に鶴田が今度は NWA の王座に挑戦するわけであります。アニマル浜口も張り切っている。フォークにスライディングのエルボー、5分が経過してまいりました。アニマルのパワー、そしてフォークのスピードが非常にいい展開を見せています。さあ、今度はどうするのか。あー、驚いた。竹内さん、アニマルフォーク合わせて3回目のリフトですよ、これは。ねえ、あ、トップロットに引っ掛けましたね。すごい攻撃であります。まさにタッグの完成品、そういう人がいます。何かを狙ってますよ。さあ、連携プレーだ。これが怖いんだ、これが怖いんだ。さあ、そのままオクラホマスタンピートか。セカンドラップからアニマル浜口を抱え上げて108キロは圧殺した。そのままカウント3、驚きました。ザ・ロードウォーリアーズ、文字通り世界ナンバーワンのタッグチームの実力を知らしめました。本当に当てに取られるという一言ですね。そうですね、馬場さんもちょっと開いた口が塞がないといった感じですが、武道館では馬場さん、今度はこのロードウォーリアーズと鶴竜最終戦、インターアタックのタイトルマッチですよ。そうですね、鶴田選手もちょっと今のところこの逆転が見つからない、そのようにこぼしていたんですがね。そのやどうですか、馬場さん。まあね、下半身もう下半身転売だと思いますね。あ、やはりそうですか。あとはね、はい、頭をどう攻めるか、大技でですね、はい、ブレンバスターとかファイルドアイバーとかそういったもので頭を攻める、はいはい、頭を攻める、脳天を攻めるか足を攻めるかだと思いますね、はい、もうあとはもう胸殴ったってね、こっちの手が痛くなるぐらいの筋肉ですからね。竹内さんはその辺どうですか、輪島に対して。やっぱりいいアドバイスだと思いますね。肩からお腹までは全く考えずですね、まさに首と足だけ、はい、これを集中的に狙っていけば、なんかそこから活動が見出せるような気がしますね。なるほど。